ロジャーディーン・グリーンは、アメリカ合衆国、オクラホマ州出身のプロ野球選手、右ト左ヒ2021年現在は、フリーエージェント。A 級ウエストミシュワン時代2011年の MLB ドラフトで、デトロイト・タイガースから11巡目で指名され、プロ入り。2013年までは、A 級でプレイし、2014年に、A 級エリーシー・ウルブズに昇格。 2015年はトリプル A 級トレドマッドヘンズでシーズン開幕を迎えた。2016年はトリプル A 級 A 級で130試合に出場し、打率29623本類打、108打点の成績を残した。オフの11月14日に東京ヤクルトスワローズが獲得を発表した。2017年は外国人枠の関係で、 開幕2軍スタートとなり、4月には左ふくらはぎの肉離れを発症した。5月下旬に実戦復帰し、6月4日に1軍に昇格。その日の埼玉西部ライオンズ戦では5番一塁手で先発出場し、8回裏に同点タイムリーを記録した。その後は打率1割台と低迷。2軍では打率301、本塁打14。 打点45を記録したものの、一軍での出場は25試合にとどまり、シーズンオフに自由契約となった。2018年2月は、独立リーグカナディアンアメリカンリーグのニュージャージー、ジャッカルズと契約した。55試合に出場し、打率355、13本塁打、43打点の好成績を残し、7月31日に、 メキシカンリーグのティフアナブルズと契約したが、1週間後の8月6日にリリースされた。8月16日にアメリカンアソシエーションのスーシティエクスプローラーズと契約した。2019年もスーシティエクスプローラーズと契約したが、6月24日にリリースされた。7月2日にアトランティックリーグのサザンメリーランド、ブルークラブスと契約した。 2020年もサザンメリーランドブルークラブスと契約したが、新型コロナウイルスの感染拡大により2020年のリーグ開催がキャンセルされたため、試合に出場することなく退団した。パワーに定評がある。足は遅いが、ガッツ溢れるプレーを見せる。ありがとうございます。